ディスプレイにはバキバキに当たりません。まあ、ちょっと一応、ね、荒らしておきましょうか、せっかくなんでね。ちょっと真ん中をずり上げるような感じでいけるかな、まあ、ちょっとわからないけど、アームがどうか、あー、届いたな、これどんなんやろ、これです、ここです、はい。はい、というわけでお疲れ様です。本日はね、いつもとね、違うところから来ております。本日はね、ちょっとね、映像的には見せにくいんですがね、はい、ちょっとね、お客さんたくさんいてるんでね、ちょっとその辺をね、なんか狙っていこうかと思います。というわけでね、今日はいつもと違うラウンドワンさんではね、ここに来ております。いけるかな、ちょっとね、人ごつとあれなんで、ちょっとごめんなさいね、はい、こんな感じです、ここです、はい、そうですね、今日お客さんちょっと見てね、そうか、いろんな方が映っちゃうんでね、っていう感じで、とりあえずね、3000円企画でやっていこうかと思います。はい、でね、とりあえず3000円了解します。で、ここに関してはね、ちょこちょこ来てね、このお店はね、フィギュアが有料だったんですがね、今日ちょっとちらっと見ました。そしたらね、なんか、ね、200円セットだったんですね。ぜひ見てください、これいいですね。あ、でもポッケに入れようかな、またこれね、この前ね、カップに入れると、あ、すいません、ちょっととりあえずね、はい、3です、まだちょっとお金余ってますよね。カップに入れてやるとね、このカップを持たないといけないという状態なので、ね、はい、というわけで、ね、ちょっとフィギュアが全部ね、200円台になってたんですよ。なので今日はどちらかというとね、ぬいぐるみを狙っていこうかなと思ってるんですが、ちょっとね、狙いたかったんですが、まずね、ちょっと固定試しに行きましょうか。まず1回目いきます。一応ね、これ、ね、見てください。もうね、500円で6回っていうのもね、なかなか有料設定なんですね、はい、っていう感じで、これストップボタンはあるかな、ちょっとわからないんですが、とりあえずね、左アームの初っ端持ちてかけれそうなので、そこ行きます。あ、ストップボタンありますね、あります、あります、ストップボタンあったんで、これ言うんだろうな、あー、パワーが弱すぎるのか、うん、ストップボタンはありそうだったんですけど、今ね、ちょっとね、角度変わっちゃいましたね。あー、どうしたかな、ね、アームの向き的にちょっと時間がかかりそうなんでね、どうしようかな、さっきの初期位置が良かったね、めちゃくちゃ。ちょっとね、違う景品が、持ち手が狙えそうだったんで、違う景品狙ってます。やっぱね、楽市楽座さんなんでね、景品が普段とちょっと違うね、はい、次はこちらです、いますこれもね、持ち手狙っていきます。ただね、さすがにね、この辺はね、対策されてるとは思うんですが、まあ、とりあえず行きます。あ、意外とストップボタン使えてますね。さあ、どうでしょう、うん、やっぱこの辺は対策されてて、引き上げてくるには厳しそうなんで、どうしましょうか。奥一旦引っ張ってみましょうか。このね、奥アームで奥のやつ引っ張っていきましょう。ちょっとね、前の赤いお猿のジョージが邪魔するんで、ちょっとどうなるかわからないんですが、どうでしょう、これだいぶなんか絡んでますね、景品と景品が絡み出して、ここから、あ、どうなんやろ、ちょっとね、赤い景品が邪魔ですね。ですが、もう一回行きましょうか。もう一回この奥アームで引っ掛けていきます。さあ、どうでしょう、もうこれが限界ですね、カード行き。ここから赤い景品が邪魔なんですが、引っ張って、おっと、うわ、キープ、あ、危ない危ない、握り、いけた、いけた、もう一回行きます。3回目ですね、今全然行きましたね。なので、この赤の景品がね、邪魔しないところで引っ掛けたらね、多分行けそうです。さあ、どうでしょう、これで一旦シールド際でキープでもいいんですが、あ、いいですね、今で500円目くらいかな、もう一回行きます。ここからです、ここから引っ掛けれればいけるかなとは思うんですが、さあ、どうでしょう、まあ微妙やな、いけるかな、いけるかな、あー、このね、赤のジョージが邪魔してくるんでね、さあ、ここから引っ張ってくる、うわー、引っ張ってこないか、やっぱもう一回いきます。ジョージに引っかかったらダメですね、このね、右のね、うん、あとはやっぱその辺の引っ掛け対策もされてるっていう部分ですかね、はい、というわけでまた行きます。あー、やっぱジョージに引っかかっちゃうな、さすが全然ダメやな、もう一回行きましょう。やっぱ寝転がってるのが良かったかもしれませんね。じゃあ、こんな右アームで行きましょう。ギリギリ引っ掛けていきます。さあ、どうでしょうか、これね、ちょっと深めに赤いジョージは邪魔してないんで、ここから一気に引っ掛けてはこうよな、来ないよな、
じゃあ、モックアームでもね、ちょっときつそうなんでね、どうしようかな。ちょっとここ、ね、惜しいんですけど、ちょっと撤退しましょう。初めて来る店舗さんなんでね、設定とかもほぼ分かってないんで、今度これ行きましょう。今度はパウパツですね。はい、これもね、紐があるんでね。で、あとは紐があるプラス、まずは一旦これね、奥アームでゴリゴリに寄せてみます。奥アーム一本で、ね、首で寄せてきます。で、なんかね、こう反応出してくれたらね、あ、ストップボタンはありそうですね。はい、あー、もうどれもこれもちょっとパワーが弱そうやな。そうですね、このね、ピンクの子ね、一応引っ掛けれそうなんですが、ちょっとこっちでやってみましょうか。左アームですね、左アームで首元細くなっている部分にちょっと隙間があるんで、そこをやってます。はい、というわけでこれ入りましたね。さて、ここからですね、ここから引き上げてくるかな。持ち上がりもせんな、はい、というわけでちょっとこれもやめておきましょうか。はい、というわけで、ぬいぐるみがね、これね、ちょっと欲しいんですけど、やっぱ引き上げてこないんでね。さて、これどうしましょう。あ、これもいけますね。なんかサラブレッドコレクション、ぬいぐるみ30センチ、スーパーサラブレッドって書いてますね。サラブレッドコレクションとは違って、ちょっと顔があんまり可愛くないですね。まあ、ただこれね、当落引っ掛けれそうなんで、やってみます。まずは、ただね、この景品がね、ただ、あ、どうした、ストップボタンはあります。ただね、今ね、この景品が2個3個とあるんでね、ちょっと違うとこに当たっちゃうんですよね。これがちょっとね、景品がたくさんある時のデメリットですね。これね、右アームで刺そうとすると、どうしても奥アームがね、景品に当たっちゃうんですよね、奥のね。なんで、それを踏まえながら、そんなもん踏まえなあかんのか。うわ、邪魔や、奥の景品が。ってなってきたら、どこ引っ掛けましょうか。よし、じゃあ今度はね、そのね、本当はね、この右のこの後頭部行きたいんですが、どうしてもね、手に当たっちゃうんでね、今のストップボタンで、この当落のほっぺたの部分、さあどうでしょう。一応行ったんですけど、ストップボタンが遅かった。あー、やっぱ無理か。じゃあ、もう一回行きます。どうしよう、あれ、入ってない。はい、というわけで、もう約1500ぐらいなくなったかな。あ、奥行きカードディスプレイにはバキバキ当たりません。まあ、ちょっと一応ね、荒らしておきましょうか、せっかくなんでね。まあ、ただこれ取れてもね、取れてもというか、落とせてもね、はい、っていう感じで、どうしましょう。これ右アームをどうしてもね、この後頭部にかけたいんですけど、どうしてもあいつが、ね、この大間さん邪魔なんで、ちょっとこの大間さんを持っていきましょうか。じゃあ一旦こいつをちょっと動かして反応見ていきます。さあどうでしょう。ストップボタンはあるんで、ね、あとはパワー次第。シールドは低いんでね。さあどうでしょう。おっと、奇跡的に吹っ飛んできたけど、どうしようかな。ね、言ってもこれ乗り方が甘いんで、できればね、この頭をつまみ寄せて、この馬、黒い馬のね、ここら辺かな、を台にね、もう少し手前に引っ張っていきたいですね。さあどうでしょう。ここからつまみ寄せて上げてくれればいい感じ。ほい、わー、引っ張った、ひっくり返ったか、ちょっと予定外。はい、というわけで、私の狙いたかったところ行きましょうか。このね、右の黒い馬さんの後頭部ですね、はい、さあどうでしょうか。あっと、これもずれてる。うわ、ずれてる。ね、ずれてるな、ずれてるな。もう一回いきます。これね、500円で6回なんでね、確実に500円入れた方が良かったですね。やっぱね、ただそうなるとね、移動してもらうのがちょっと面倒くさかったんでね。よっしゃ、いきます。右アームで滑らせながら後頭部のかかりました。超緩いですけど、一応かかりましたよ。さあでしょ、ここから、場所が悪すぎるな。あの子ね、本当ちょっといい感じに反応出してくれたらね、紐があるんで、で黒い子とりあえず真ん中持ちです。ちょっと景品がね、絡み合ってるんで、ね、うわー、持たないか。どうしよう。パワーが弱すぎるな。どうしよっかな。パワーが弱すぎて絡んでるんで、どうしてもね、はい、すみません、ちょっとここも撤退です。さて、どうしましょうか。
他は取れそうなやつがね、あんまりぬいぐるみないんですよね、ここね。シールドは実際低いんでね、なんかうまいこと引っ掛けることができたら取れないこともないんですが、今度こっち行きましょうか。はい、真っ黒のスヌーピーですね。お、これもディスプレイディスプレイバキバキ当たりません、ね。はい、ちょっとね、ちょっとだけ荒らしてね。はい、というわけで行きましょうか。まあ、このスヌーピーね、狙いとしてはもう頭持ちですね。頭持って前に引っ張る感じです。ちょっとね、パワーが全体的に渋い感じがするんでね。あー、近寄っても怖いんか。難しいな。もう一回行きます。とりあえずね、奥アームでめっちゃゴリゴリに寄せて、さあ、どうでしょうか。全然近寄ってけへんな。なんか近寄ってけへんな。少しね、ちょっとうまいこと引っ張り出せたらいいんですけどね。というわけでちょっとやめておきましょう。はい、やばいな、全然攻略、もう約20円ぐらい使ったんですけど攻略できてないですね。さて、どうしましょう。あ、ちょっと待ってな。はい、というわけで、ね、今日はちょっとファミリーで来てるんでねあー、もう橋渡し系がほぼ200円になってんな。あー、これおもちゃか、なんだろうこのおもちゃ。やってみましょうか。橋幅広いんでね、まあ、あのフィギュアをね狙うっていうのもあれなんですけどね、とりあえず一回行ってみましょう。で、狙いとしてはどうなの。とりあえずね、左アームで振って、あ、刺さるかな。入っていた、いい感じで。で、ここで一気にググって振りながら、さあどうしようかね。うん、はまりましたね。これやっぱなんかいけそうな感じしますね。持ってきます。で、はい、行きます。で、今度は多分左にガリゴリゴリ寄せないといけないけど、可動域的に多分無理なんでこうなっちゃうんですよね。出た、はめもう触れないですね。これほぼ真ん中持ちです。さあどうでしょう。ここからね、引き上げてくれればね、もうちょっとこれ横に移動させたいですね。どうしてもね、あのやりたいことができないんで、どうしようかな。で、全部ゴムがついてるんで、私のよくあるね、あのゴムズリズリっていうのができないんで。あ、すいません、これちょっと真ん中に移動してもらってもいいですか。あ、こいち。あ、いや、そのままの状態で平行移動でできませんか。アームの届かない位置とかやったら、そのままいける。あ、わかりました、ありがとうございます。じゃあそのままでいいです。はい、という感じで、じゃあ行きます。って感じで平行移動ができないと言われたんで、ちょっとどうやって頑張る、まあ、あとはどうでしょう、横にしましょうかね、今度は。多分この橋幅であれば、多分しっかり横にしちゃえば取れそうな感じがするんで、あ、いいんじゃないかな。ゴリ寄せです。さて、どうだ、ここまで一気に、うん、やっぱこれこのまま横にすれば取れますね。というわけで、もう一回行きます。右アームをね、左を、あの右の奥のゴムバー手前にバキバキに寄せながらね、います。まあ、爪の角度もやっぱりね、設定自体はやっぱね、おもちゃっていうこともあってね、いいですね。私はやっぱこういうおもちゃから練習するのがいいかもしれませんね。さあ、でしょ、ここから寄せてこい。あ、いい、ずれた、ずれた。でね、あのラウンドワーさんね、これがね、このこっちの向きかで、こっちの向きかでね、ゲットできる、できないがあるんで、あれになるとね、ちょっと私的には無理なんですけど、ここに関しては、あと何本ぐらいかな、ちょっとですね。やばいやばい、あと600円ぐらい、1個ぐらい取りたいね。やっぱね、普段来ないとこでやると、ちょっときついんで。じゃあ、もう一回行きましょうか。もう一回。右アームでゴリゴリ寄せですね。で、その後ぐらいにね、ちょっと手前の角を左にスライドさせたらいけるんじゃないかなと思ってます。あ、入った入った、いい感じ、ここから一気にスライド。あー、そっか。じゃあ今度はこの手前の角をね、寄せれるかな。でもあんま動いてないんだよね、形がね。というわけで、今度は左アームマックス振ります。いけんのかな、これね。ここ、取れるかな。これでちょっともう横にしてやったらね、取れそうっていう感じなんで、あ、いいんじゃないかな。さあ、ここから振って、来た来た。どうなんやろ、これ横に振り切ったら取れるんかな、それが心配ですね
うん、まあまあまあ、いけるかな。もうちょい行きましょうか。あと400円、やばい。やばいやばい。あと400円。3000円でゲットなし。で、ちなみにね、なぜね、今回ね、ここでね、こういう景品を狙っているかというとね、ちょっとね、ラウンドワンさんでめちゃめちゃゲットできた動画あるんですよ、ね。ただそれがね、ちょっとトラブルで消えちゃってね。なので、急遽今、ここに来ております。さあ、どうでしょう。ここから一気に振って。うわぁ、やばい。ここで詰まんの？じゃあ、どうしようかな。じゃあ、横にスライドできなくなりましたね。じゃあ、どうしようかな。ね、この角をね、どうしてもこう、奥に持っていきたいんで、やばい。というわけで、今度は奥角を、ちょっと真ん中をずり上げるような感じで、いけるかな？まあ、ちょっとわからないけど、ね。アームがどうか、あー、届いたな、これどうなんやろ。オッケー。やっぱここの箱物、まあおもちゃっていうところまでね、設定が甘かったんでね、というわけで立ち無事やって、やっぱ私の場合はね、このぐらいの橋幅にならと難しいとこですね、はい。というわけで、これね、子供がちょっと多分ね、これあれですね、いいですね、貯金箱最近欲しかったんでね、はい。というわけでね、ちょっとね、子供にちょっと貯金箱渡そうと思います。ひなた、はい、貯金箱、貯金箱まあ、ママに言って、パパが取ったやつって、あ、もういいよいいよ、はい、はい、トモちゃん、はい、トモちゃん、トモちゃん、トモちゃん、いいよ、大変、パパ取ったやつ、パパ、持ってって感じでね、ちょっと、とりあえず、3年でね、橋渡しの練習というかね、一個はゲットできた、ちょっとね、あったこっちゃに人がいてるんで、端っこの方行きます、はい、あ、逆光で見えんだ、ごめんなさいね、自動販売機とかね、はい、というわけでお疲れ様です。本日ね、3000円でね、楽一楽三さんでプレイしてみました。ちょっとね、データが消えてね、正直テンション下がってます。その中でね、まあ一応箱物ゲットしたというわけで、というわけでお疲れ様です。